はい、こんにちは。医学部受験塾メディケイト塾長の細井です。さて、今日はですね、ゲストの先生来ていただいて、はい、千葉大学部のね、後輩の毎回顔と声を変えている先生が、はい、今日も撮影に参加してくれます。よろしくお願いします。女性の先生の意見ってすごい貴重で、やっぱ男性の方はね、結構動画出てくれるんですけど、女子の医学部生の方ってね、結構貴重なんですけど、ぜひね、ちょっと教えてもらいたいんですが、今回は、中学受験についてっていう感じなんですかね、はい。まあ、先生の中学受験時代を振り返ってっていうことなんですけども、まあ、これ見てる方で親御さんとかね、お子さん中学受験させようかなみたいな思ってる人いっぱいいると思うんですけど、どういったお話が聞けるんでしょうか、今回は。中学受験を振り返って、なんかお学びできるところがあればいいかなと思って、はい、私は中学受験で応援、豊島筑波大附属、あとも中学受験で裏分けの補正を合格しました。いや、すごい、はい、これ応援の合格通知書、はい、すごい。見た、桜や、すごいっすね。まあ、応援もね、豊島ももちろんすごいと思うんですけど、やっぱ応援はすごいですよね。はい、応援にどうやって受かったかみんな知りたいでしょうね。はい、先生の中学受験時代ってどんな感じだったんですか。もう本当、人生で一番勉強 してましたね。で、千葉大学やっぱ応援の方が難しいってことですかね。トータルの勉強では応援、大学受験の方が多いんですけど、あー、やっぱそうですか。けど普通ですけど、その大学受験の時とその中学受験の年齢が違うわけじゃないですか。でも、まあ、小学生って、まあ、基本言うこと聞かないですよね。多分あの指導されても分かると思うんですけど、まあ、言うこと聞くこと聞かない子がいると思うんですけど、なんでそんなあの言うなればあの言うこと聞いて勉強してたんですか。遊んだ方が楽しいじゃないですか。なるほど、当時からもう脳が、なるほど。でそれって、お母さん怖いってことですか。あ、全然優しいです。ただあの勉強したすることのメリットは母がすごい話してくれていたので、あ、それだったらやった方が絶対いいし、まあ、勉強も楽しく続けていこうみたいな感じです。そんな聞き分けのいいやっぱ小学生いるんですね。女の子は多いと思う。確かに確かに、まあ、女子の方がね、やっぱ精神年齢高いんで、なんかその言われたら確かにみたいな感じもいると思うんですけど、結構うちのメディケイトなんかでも中学受験見てて、あのまず先生が来る前に押し入れとかに隠れるやつ、でもいるんですよ、マジで。いや、も女の子っすよ。女の子で、マジでいないみたいな。で、お母さんがあれみたいな、さっきまでいたのに消えたみたいな、どこだみたいな、3、4箇所あるんで、そこを捜索します。なんで捜索から始まるのかみたいな、普通にあるんですけど、それってもうあのキャラの問題なんで、もう克服不可能って感じですかね。結構大変。なるほど。各言うその子もね、なんか渋々かなんかに入ったんで、まあまあ頑張ったんですけど、はい、逃亡しててもまあちゃんとやってれば受かるは受かるんですが、じゃあ結構そのキャラによっちゃうかなって部分はあるって感じですか。そうですね、はい。自分はおとなしかったから良かったってことですかね。はい。あとはやっぱメリットがあるので勉強することになって。ありましたっけ。多分こう社会的にこうマウントを取って、それも考えてなかったですけど、ドラゴン細井のように学歴で人を引くような真似をしたかったわけですか。それはあんまりないですけど。でお母さんは何のメリットを話してくれたんですか。人生の選択肢が広がるようにしてほしい。人生の選択肢が広がるよと。そんなことを言っても分かる人と分かんない人いますよね、ぶっちゃけね。人生の選択肢よりもまずね、スプラトゥーンやりたいっていう小学生はいると思うんですよね。そういう子にはどうやって対応すればいいですかね。トクトクと語り続けて、なるほど。そんな床にインクをぶちまけて塗ってるんじゃなくて、それも全然講師として全然ダメダメですけどね。はい、やっぱ優秀な子しか育てられない講師になっちゃいますから、やっぱこうね、ゲームとかその他の遊びたいっていう子をどれだけこうね、勉強にこう向けられるかみたいな、そこはテーマなんですけどね、教育。なるほど。ってことはやっぱ性格がでかいっていうことでいいですかね、かなり。はい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 。
で、家庭教師をしていて思うこと。あの親御さんに基礎をやり直してくださいっていうことが多いんですけど、その時になんか親御さんがうちの子はそんなにできないのかなってがっかりさせてしまうことが多いんですけど、なんか全然そういう意味ではなくて、基礎を完璧にすることで応用問題を解けるようになるので、基礎が大事だなと思いますね。まあそうですね、まあ親がね、その受験してないと結構大変なんですよね。中学受験分かってないと。はい。親御さんが中学受験してくれてれば、まあぶっちゃけほぼ基礎じゃねえかっていう話になって帰着するんですけど、親御さんが全然してないとか、勉強されてこなかった方とかだと、もう意思の疎通が取れないっていうね、まああるあるですけど。はい。なんでそこは確かにね、もう僕らの感覚で喋っちゃいけないんですよ、本当はね。ちゃんと相手の感覚に合わせなきゃいけないんですけど、そこ難しいんだよねっていう感じですよね。はい、じゃあですね、次ちょっとこれサピックスと日能研の弱み強みって書いてくださってるんで、ちょっとそこについて次2本目で聞いていこうと思います。よろしくお願いします。